はい、皆さんこんばんは、こわちゃんです。今日はですね、今年最後のボックス開封ということで、2020年の、ルーキーエディションの方を開封していきたいと思います。早速開けていきたいと、竹岡選手、井出一選手、立野投手、宮田選手、森選手、トライチですね、アリデイズ、誰だ、梅野選手、で、宮川投手、で、これがネクストで、濱田選手ですね、で、長岡選手、石塚選手、太田選手、佐藤選手、同じ、ドライチの佐藤選手ですね。これが誰だ、佐藤投手ですね。田辺選手、ネクストで、増田選手、松岡投手、名越選手、井上選手、玉村選手、佐々木朗希投手、ノーマルカード、これがこれで嬉しいな、加藤選手、海野選手、2019、これは村上選手のやつ、これちょっと嬉しいな、これは僕ちょっとかなり嬉しいです。岡林選手、木下選手、浅田選手、サインが出ましたね。これが、宮城投手、オリックスの、これ CL かな、100分の28。一勝あげましたよね。これがあれかな。奥川投手のノーマル。で、小島選手、菊田選手、武藤選手、あれ同じのが、レンチャンだった。で、佐藤投手、岸選手、松田選手、片岡選手、田辺選手、前選手の、持丸選手ですね。諦めず、杉選手、平間選手、東選手、町、大西選手、北村投手、上野選手、長谷川選手、望月選手、井上選手、石川選手、滝中選手、これが、坂本、福田選手、佐藤選手、堀田選手、村上選手、海老名選手、佐野選手、伊藤選手、津森選手、水上選手、宮川投手、武蔵選手、樋口選手、竹内選手、佐野選手、で、伊勢選手、誰だ、渡辺直人、藤田選手、大下選手、トシ君、平間選手、村西選手、江川選手、小深田選手、松山選手、遠藤選手、森選手、韮澤選手、梅野選手、横山投手、中田選手、小林選手、宮田選手、郡司選手、奥山選手、橋本選手、上田選手、黒川選手、
宗選手、森下投手、お鈴木誠也選手、及川投手、ジェネレーションネクスト、尾形選手。うわ、このカードはかっこいいですね。ネクストの山瀬投手、勝又選手、伊藤選手、井上選手、宗選手で、吉田選手、鶴見選手ですね。なさそう。はい、浅田選手、元前投手、菊田選手、川野選手、勝連、岡野投手、前選手、上野選手、浜谷投手、大関投手、高部選手、小見投手、お白サイン、望月選手、75分の52出ましたね。西投手、樋口選手に最後梅林選手というような結果になりました。はい、今回はこのような結果になりました。じゃあまずネクストのカードの紹介からですね、したいなと、増田選手、浜田選手で、小畑選手かっこいいですね。で、僕はちょっと個人的にこれね、いいなと思ったカード、これシジュラじゃないんですけれども、この村上選手のね、この金のカードかっこいいんで、これはもうね、スリーブ1になりたい、なりたいと。で、白サインが2枚で、こちらのカードの方が、望月選手と、今年、ルーキーで仕上げたですね、宮城選手、宮城投手ですね、のカードになります。はい、いいカードが出たんじゃないかなと思います。以上でですね、今年最後のボックス開封ということで、2020年のルーキーエディションの方開封させていただきました。